Z750FX とは、川崎重工業が製造していた、総排気量 750cc クラスのオートバイである。1973年の 750RS、登場以降、1977年モデルより、輸出仕様 Z1000 が日本マフラー化された際でも、日本向けのみは4本マフラーのスタイルを堅持してきたが、1979年の、 Z1000 Mark II が新たな機関として登場したのを機に共通コンセプトとした直線イメージを強調したスタイルとなった。外装はタンク、シート、サイドカバーからテールカウルまでこれまでの曲線で構成されたラインから直線を基調としたデザインに一新。エンジンは外見的には角型のカムカバーが採用され内容的には フルトランジスタ点火機構及び自動カムチェーンテンショナの採用及びジェネレーターコイルがインナータイプに変更されるなどした。外観その他これらの変更により78年モデルの Z750 方からは大きくイメージが変わったが、形式上は Z750D1 のマイナーチェンジ車となり、エンジン出力などに変更はない。機関である Z1000MK2 と国内版の Z750FX の外見上の相違点は、モデル名を示すサイドカバーのエンブレムのほか、排気マフラー端部のフィニッシュの違い、シムケチによるリアウインカーの位置やリアフェンダーの長さ程度で、透明には識別しにくい。Z2 型エンジンは、基本的に同じブロックのまま、すでに5年以上経過しており、また、 車重的にも課題であったことが災いし、Z750FX と同時期発売の CB750K 及び、翌1979年6月発売の CB750 回といった4バルブ新エンジン搭載車とは動力性能で勝負にならず、さらには2バルブエンジンの鈴木 GS750E に対しても劣勢という状況であった。 後年、Z2E 型エンジン搭載車は、その当時ライバルであり、かつ、動力性能的には、勝っていた、蒸気車種に対して、中古車市場において、高値をつけることになるが、現行車の時代にはこれを予期するものはわずかであり、販売成績もかんばしくなかった。1980年になり、輸出用1リッタークラスが、エンジンから一新した Z1000J にモデルチェンジされ、 同様のコンセプトで、日本向けの 750cc も、軽量でコンパクトな Z750 吹き c へと、フレームから新設計のフルモデルチェンジが行われた。この時点で8年続いた Z2E 型、エンジン搭載車は消滅することとなり、Z650 ベースエンジンの搭載となった。ありがとうございます。